岡村敏民は、日本の農学者、農学博士、北海道大学名誉教授、元北海道拓殖短期大学学長、広島県出身。1934年広島県立広島第一、中学校卒業。1941年北海道帝国大学農学部農学科卒業。まもなく兵役のため入隊。1946年福音。 1947年北海道帝国大学農学部助手1949年北海道大学農学部附属農林専門部教授落農学園短期大学落農科助教授を経て1963年帯広畜産大学畜産学部教授1965年北海道大学農学部教授1973年同附属農場長 九百八十年北海道大学定年退官、同名誉教授。北海道拓殖短期大学農業経済科教授、就職部長。九百八十五年北海道拓殖短期大学学長に就任。九百八十九年北海道拓殖短期大学定年退職。九百九十年先週大学北海道短期大学農業機械科客員教授。 1994年、専修大学北海道短期大学退職。1960年北海道大学農学博士論文の題は、フライホイール型飼料切断機の刃型に関する実験的研究。農業機械施設学。農業機械の研究における第一人者。拓殖大学論集179号、博士論文書士データベース。ありがとうございます。